ショータイム伊藤平の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、ソシオニクス、このチャンネルではめまいさんのいざよいブログを元に、紹介させていただいております、はい、今日紹介させていただくのは LIE ですね、はい、ENTJ ソシオニクスでは、はい、まあ、ニアリーイコール、まあ、同じものではないですからね、はい、軽いフットワーク、怖いもの知らず、王者の風格、うん、起業家なんて言われておるようです、はい、いい外交で、まあ、タイプ違うんですけどね、はい、16タイプの性格であると ENTJ、うん、外交で直感で思考で決めるで、うん、起業家であると、うん、あれですか、これでいくとホリエモン、ロジックで、はい、なんか可能性で外交って感じですよね、訴訟的に言うと。なるほど。っていうと、まあ好き嫌いは、うんうんうん、極端に周りからはあるかもしれないですね、うんうんうん、好きっていう人と、うんうん、嫌いっていう、うん、あ、私の感想です、はい、データはありませんという、このタイプを追ってみましょうと、はい、LIE、はい、大きな目標のために活発に大胆に動き回ることができるタイプです、うん、LIE は冒険好きで、自分のすることで文字通り火をつけることができますと、うん、LIE は改革にふけります。新しいアイデアや理論に着目し、うん、実際に応用できるかどうかを探ろうとします、はい、活発で落ち着きがなく、旅行、ハイキング、登山、ランニングのような活動的なスポーツに興味を寄せることがしばしばあります、うん、また自然を愛し、そこに特別な意味を与えます。自分が何を目指しているのかを常に理解していて、うん、周りの人々にその目標のことを説明します、はい、なるほど。ロケット、はい、ロケットを飛ばし、パン屋を作り、うん、肉もなんかやってますよね。和牛をやり、はいはい、ワクチンにも関わり、うん、多動力ですよ。ゼロから、はい、全てはゼロだと、はい、という感じですね、うん、でまた怖いもの知らずでリスクを恐れませんと、はい、常識や通説であっても、うん、直感を信じて挑み、正しさを証明する、うんうんうん、厄介、うん、ルール派の僕としては、はい、ルールなんだよ。あ、ま、この人は結果で見せるの、はい、俺の会社こんな大きくなった負けました負けです。だからこう多分尺に触るって人が多いんですよ、まあ、カチンと湧きますよね、はい、LIE は大胆に実験をし、普通の意見が誤ってるっていうことを示します、うんうんうん、リスクを恐れず自分の直感を信じ、さまざまな状況へと向かいます、うん、豊かな想像力に恵まれることも多く、かなり珍しいアイデアを思いつきます。さまざまな領域において知的好奇心を抱くことが特徴です。 LIE は発明、実験、技術に長けています。事前に行動しようとします、うん、なぜなら明日やるのは遅すぎると知ってるからです、うんうん、まあ、成功にとにかく向いてるって話ですよね。なるほど、うん、僕は嫌じゃないですけどね、そういう人は嫌いじゃないです、まあ、ただそんなルールやめしまえよって言うんですよ。おっと、やるかっていうやるか人じゃないですか、はい、伝統を重んじようですよで、やめしまえよ、そんなくだらねえのもやめしまえっていうわけじゃないですか。この辺ですねはい、はい、そんな堂々とした LIE ですが、うん、はい、荒々しいところがありますと、うん、皮肉を言ったり、うん、落ち着きのない行動で人を振り回したりして、うん、迷惑がられることがあるかもしれませんと、うんうんうん、というところですね、はい、じゃあこの LIE をどんな感じで考えているのかっていうのを見ていきましょうっていうモデル A というのがありますと、はい、こちらですね早速ディスりですかって、うん、ディスってないですよ、ね、ディスってないです。説明、そうですね僕とぶつかりますねって話をしましたね、はいはい、うん、僕はなんか政治家ですと、はいはいはい、こんなルールを作りました、うん、いうことを聞いてください、うん、やめちまえって言われるんですよね、うんうん、効率悪いよって無駄だよって
で彼は彼で実験をするんですよね、うんうん、いかにこれが無駄であるかっていう無駄であるかをこれはね皮肉混じりに言うんですよ。あイラッとしますね。これなんかバカがとか言ってるんですよっていうホリエモンさんを想像しながら今、はい、説明してみました。だってやっぱね S で F はね、はいはい、真逆なんですよね、はいはいはい、やっぱねこの刺激されるんですよ、はいはいはい、ではこのモデル A の第一機能主導する機能ですと LIE にとってのリーダー、はい、中心となる機能で目立ち、うん、さらに自信もあるのでこの LIE のリーダーですね、うん、葛藤がある場合に最終決断を下すのがこの主導する機能、うん、欠けては困るので危険が起きた時には優先的に守られます、うん、なんていう機能なんですけども TE ですと、はいはい、主導する機能が TE、はい、外交志向の人は、うん、自分の個人的な趣味や、うん、専門的な活動に関する事柄について、うん、本や人から聞いた情報などという外部のソースから、うん、事実的な情報を蓄積しようとする機能です、うん、またこの機能によってその事柄に精通しているという自信を得るので、うん、自分の知識に自信を持ってそれに関係する議論に参加することができるのですが、うん、他人には横柄な印象を与えることがありますと、うん、また他の特徴としては外的な事実の評価に挙げられます、うん、つまり労働、社会問題、金融、手続き、人間関係、会話などが外的な事実に当たりますが、うん、正確であるか、理にかなっているか、うん、効率的であるか、うん、といった視点からそれらを評価するのです、うん、そこから外界をどんどん効率的で合理的にしようとして、うん、同時に自分は役立つ、うんうん、実利的な、うん、学べる活動に関わっていて生産的である、うんうん、っていう自尊感情もどんどん高めようとしますと、うんうんうん、間違いだと分かっている情報を広めることは、うん、不安にすることなので、うん、できる限り避けますと、うんうん、もう今ずっと中でホリエモンさんを見ながらねわかります。はい、出てきました。ホリエモンさんがずっと出てます、はい、だから嫌われるわらとでも多分これはね、うん、何とも思ってないんでしょうね、うんうん、嫌われるとかっていう感情なんて無駄だもんこんなの、うん、もうなんかむしろ皮肉的なんでこう嫌われるわらって言えるぐらいですもんああなるほどね、うん、だからホリエモンもよく噛みつくじゃないですか、はい、いろんな人に、はい、うん、でまたこのひろゆきさんとたもとを分かつことを何とも思わないんですよ。なんかそこにフィーリングが入ってたりするとなんかまあ付き合いも長いしとかあんまりこれ言わない方がいいな言わない方がいいことだろうなとかその忖度が出てくるじゃないですか。この N だったとしても気持ちがあったりするとちょっと気もなんか大事にしようとしたりするがもういらないと思ったらスパッと切る。で何とも思わない。なんとも、まあ、効率的であるか合理的であるかみたいな、はい、理にかなってるかの方がずっと重要みたいなところですよね。なのでこのテス君っていう、はい、のテレフォンで一緒に歌を、うん、ユニットを作ってやってたんですけど、うんうん、彼がコロナにかかってワクチン打ってなかった、うんうんうん、ってことが分かるや否や、うん、切る、うん、で音楽も使わない、うんうん、っていうこの徹底ぶりね、うんうんうん、なんか多分気持ちがあったとしたら、うん、まあワクチンについては、うん、打つか打たないかは自由なんでね、うん、みたいな、うん、だから非合理のやつは嫌いみたいな話ですもんね。そうなんですよで正しいに決まってるなんですよ、うんうん、なぜならってこう、まあ、数字もデータもあるでしょうしね、うん、持って研究する、はい、したりする感じですよね、はい、だからこう正論で叩きのめしてくる感じじゃないですか、はい、っていうところで、はいはい、で第2セカンドは、はい、想像する機能ですと、はい、クリエイティブファンクション主導する機能を補佐するいわば副リーダーであり、うん、状況を判断してリーダーに伝えるのが仕事です。主導する機能に比べると自信がなく控えめです。仕事を任されすぎると、うん、まあ、ストレスを感じる、うん、っていうところでセカンドは NI 内向直感ですと、うん、セカンドに内向直感を持っているこのタイプは、はい、自分が興味を持っている状況やテーマがこの先どう発展していくのかについて予測することが好きです、う
洞察力が非常に優れていますが、それ自体が目的ではなく、自分のより中心的な興味や活動の発展を促す手段として洞察を行いますと、うんうん、もうすべてこっちに、うん、自分のこの目標に対して、うん、だからなんかいらん妄想とかじゃなくて、すべて使える妄想なんですね。そうだと思いますよ。そこに力をそう費やしてるみたいな話ですよね。さすが起業家どうしたら目的を達成できるか、あれやったらいいんじゃないか、これやったらいいんじゃないかみたいな。なるほど、うん、でこれはダメかもしれないとかは考えるとは思うんですけど、またそうスパッと決めれるんですもんね、うん、でダメかもしれないけどいいかもしれない、じゃあやってみよう、よくするにはどうしたらいいのか、もう明日やる、明日やるよりも今やろう、うんうん、これは起業家ですよね。起業家ですよなるほどね、うん、人から好かれたいという感情が薄いと自覚してますと、うん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 、じゃなかったらあのホリエモンのあの発言はないですよね。だって我々って人気家業じゃないですか我々はね、いやいや言って、うん、そのビジネスをするにおいては人気じゃないんだ、うん、人気じゃないですよ。人金を稼ぐのは、はい、金を稼ぐスキルですからね。スキルないだからあのホリエモン、なんか前誰かが言ってたのが、はい、そのスキルを磨かなきゃいけないのに、はい、違うものを磨いてるみんなみたいな、苦手だからなのか、はい、なんかこう体鍛えたりとか頭を鍛えたりとか、はい、で脳トレとかね、脳トレとか、はいはいはい、なんか勉強したりとかっていうのも、はい、お金を稼ぐのはお金を稼ぐスキルだから、はい、お金を稼ぐために何をしたらいいのかをやっていく作業なのに、なんかの勉強したりとか、なんで世界史と勉強してんだよ、そうそうとか、まあ資格勉強とかも、あ使わないのね、使わないのに資格、なんかこの資格を取ってたら給料上がるかもしれないみたいな、はい、意味のないことやってるみたいな、はい、なるほどああいう場面や言動で一定の人気が取れることを確信してるのもありそうですね、うんうん、まあ、ホリエモンさんが動画やるのは多分そうでしょうね、うんうんうん、もう自分のポジションがあってロジックを組み立てることによってファンを作れるみたいなのはあるんじゃないかな、はい、そうで、うん、ニュースがバッてやると、うん、その日のうちに、うん、について語りますが上がるんですよ、うん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 、その日に上がるんですね、うんうん、だから明日やろうじゃないんですよ。そこはやっぱ強いですよね、うん、でそれちゃんとロジックで語れる、うん、で悲しいですじゃなくて、そう悲しいですじゃなくてなぜこうなったのかみたいな、だからまあ要は俺について来れば大丈夫って言いたいみたいなとこじゃないですかね。そうですね、うんうん、そこは強いですよね、うん。